こんにちは、レトロゲーム1000です。今回はゲームボーイとゲームボーイカラーの性能を超えたゲーム第3話です。ロールプレイング、スポーツ、アクション、対戦格闘、シューティング、さまざまなジャンルのベストゲームです。ゲームの順位に関係なくランダム順番の演奏です。2001年、任天堂から発売されたゲームボーイカラーのアクションアドベンチャーゲームです。第一の章が同時発売されました。略称は好みと呼ばれます。このゲームは任天堂発売のゲームタイトルだが、カプコンが中心となって開発を行いました。大地の章と時空の章は、主なゲームシステムや一部の登場人物、一部のアイテムは共通しているものの、マップやダンジョンの内容は完全に異なります。また、物語も全く異なる独立した内容だが、方々の章のクリア後に表示される合言葉を入力して、連続した物語として遊ぶことができます。リンクシステムを利用して2つのゲームを連動して楽しむことができます。2000年に発売されたメタルギアシリーズの外伝的作品で、ゲームボーイカラー専用ゲームです。海外からの携帯機でメタルギアをという要望に応え制作されたメタルギアシリーズ初の携帯ゲーム機用ゲームです。主人公の経歴や登場人物の一部などがメタルギアシリーズと共通だが、同シリーズとは世界観を共有しません。基本的なシステムは MSX 版のメタルギア2ソリッドスネークを継承しています。武器や装備の変更の際はメタルギアソリッドの方式に近いシステムに適用されています。全13ステージからなるステージクリア方式に変更されています。ストーリーモードで一度クリアしたステージを任意に選んでプレイすることができます。他にも VR トレーニングと対戦モードを楽しむことができます。ベイフォルワードテクノロジーズが開発したアクションプラットフォームのゲームです。北米で2001年 TV アニメシリーズと連携して発売されました。全64ステージで構成されており、ゲームボーイアドバンスでプレイすると3つの専用ステージを楽しむことができます。プレイヤーが重力を制御して上下の足場を利用してプレイし、いくつかのステージはシューティングゲームで行われます。独創的なシステムとアニメーションのような滑らかなグラフィックで海外で人気の高いゲームです。2000年、任天堂から発売されたゲームボーイカラー専用のアクションゲームです。ゲームボーイカラー初の動きセンサーカートリッジ対応ゲームである、カービィの動きがゲームボーイと連動しており、ゲームボーイの傾きに反応してカビを転がしジャンプすることができます。センサーカートリッジによって動作する仕様であるが、ゲームボーイアドバンス SP ではカートリッジを下方向から刺す形に変更されており、傾きが上下左右反転になるので正常にプレイすることができません。ゲームレベルは全8レベルで、各4ステージで構成されています。他にも5つのミニゲームが含まれています。カルチャーブレイン制作のゲームボーイ用格闘ゲームです。スーパーファミコン版の SD 飛竜の剣をベースに移植したゲームボーイ版で、新キャラクター追加と改良版です。キャンセルや連続技の追加、細部までゲーム性は練り直されて、スピード感のある対戦が可能になりました。基本操作には、
通常攻撃技、大技、通常投げ、必殺技、流儀があります。キャンセルの自由度が高まった上、空中連続技も導入されています。通常攻撃技を一発当てればキャンセルで必殺技につなげられる上、うまくいけば空中連続技にまで発展させられ、大きなダメージを与えることができます。4人のキャラクターの中から1人を選び、全部で5つのコースを攻略しながら自分でキャラクターを育て上げることができます。 64GB パック利用するとマリオゴルフ64に出場させて経験値を持ち帰ることができます。育てきったキャラはマリオゴルフ64のキャラより能力が高くなるので、より良いスコアが狙えるようになります。任天堂の初のゲームボーイカラー専用ゲームソフトです。宝の熱湯シリーズの一つで、サムライスピリッツ3をゲームボーイにアレンジ移植したゲームです。ゲームボーイ末期に発売されて、ゲームボーイの性能をフルに使った高い再現性を備えたゲームです。一部のキャラクターが削除され、新たに隠されたキャラクターが追加されています。時期的にはサムライスピリッツとサムライスピリッツ覇王丸地獄編の中間時期の話です。修羅と羅刹で戦う方法を選択することができます。8メガロムを使用して熱湯シリーズで唯一音声再生を実現しています。1999年にエポック社からゲームボーイカラーでゲームボーイ版 R タイプと R タイプ2のカップリングゲームです。ゲームボーイのスペック内でアーケード版のフォースと波動砲を再現しています。ゲームボーイ版の R タイプ、ゲームボーイ版の R タイプ2、ゲームボーイカラー版の R タイプ、ゲームボーイカラー版の R タイプ2、ゲームボーイカラー版の R タイプ DX。 R タイプのステージ構成はオリジナルを踏襲しているが、ステージ4から5まで省略され、全6ステージ構成されています。BGM も多くがカットされている、交互に演奏されます。フォースによる攻撃をはじめとする時期の装備はオリジナルとかなり異なります。それでもステージボスの再現や反射レーザーの挙動など局所的な再現度は高いです。デジタルエクリプスが開発し、任天堂がゲームボーイカラーで発売しました。ディズニー版のアニメ不思議の国のアリスを題材にしたサイドビュープラットフォームのアクションゲームです。2000年に北米とヨーロッパでのみ発売されました。アリスはゲームプレイ中継続的にサイズが変更され、レベルを進めています。ゲームの視覚的な品質が高く、操作性も優れたアクションゲームです。このゲームはゲームボーイプリンターをサポートします。さまざまな画像を作成しプリントすることができます。携帯ゲームシステムに最適化されたグラフィックとゲームプレイをサポートしている楽しいゲームです。任天堂が2000年に発売したゲームボーイカラー専用ゲームです。スーパーマリオブラザーズをゲームボーイカラーに移植したものであるが、いくつかの違いや追加要素が存在します。ゲームモードはオリジナルモード、チャレンジモード、対戦モード、テレサレースがあります。セーブモードが搭載されて、現在のステージ、残り人数、
マリオの状態がセーブされます。ステージ開始前にマップ画面が表示され、ワールドマップにいるときにセレクトボタンでマリオとルイージを切り替えることができます。通信ケーブルを使って2人で対戦するモードを楽しむことができます。8つの対戦専用ステージが用意されています。おまけモードにはゲーム内で様々な条件を達成するごとにアルバムやトイボックスに画像が追加され、ポケットプリンターで印刷することができます。ファミコン版バブルボブル2をゲームボーイカラーで移植したゲームです。泡でくるんでやっつけるのはもちろん、パワーチャージで空中移動や強力攻撃もできます。特殊バブルも健在であり、ファイヤーバブル、ウォーターバブル、サンダーバブル、スノーバブル、ウインドバブル、スターバブル、エクステンドバブルなどがあります。10面ごとにボスとの戦いが待っている。ゲームオーバー後、コンティニュー画面になり、パスワードが5面単位で表示されます。これまで任天堂、ゲームボーイとゲームボーイカラーの性能を超えたゲーム第3話でした。ご視聴ありがとうございました。高く評価とチャンネル登録をお願いします。